ください。こちらサブウェイのピザデミグラスサンド、あんこマスカルポーネサンド、コーンスープ、クラムチャウダーコーンスープ、ミネストローネスープ、コロコロポテト、これらを食べたくない。サブウェイは動画投稿を始める前に食べたことあるんですけど、動画でレビューするのはまあ初めてですね。なので楽しみです。サブウェイでお野菜いっぱいで健康的ですからね。これも美味しそうです。折りたたんで食べてくださいということですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。お野菜大事ということで、まずはスープからいきたいと思います。まあ、サンドイッチにもお野菜入ってますけどね。ではいただきます。改めて調べてみたけど、サブウェイの動画を出したことなかった。だから再開と同時に初めてでもあるって、なんか複雑だねって。商品のレビュー忘れてた。2種類のスープですか。ミネストローネの方はトマトの酸味の中から、ね、しっかり食感の感じられる野菜があって美味しかったですね。食前に飲むのにちょうどいいです。コーンクラムチャウダーの方はクラムチャウダーなので、いわゆるコーンポタージュとはまた違ったまろやかさがあって、ちょっとコーンとかじゃがいもの食感も感じられて、それもまた美味しかったですね。でデミグラスピザサンドはやっぱり生地が違うのでピザとはちょっと違うかなと思ったんですが、以前食べたドミノピザのピザサンドと比べても野菜の歯ごたえがしっかりシャキシャキしていて美味しかったです。ただちょっと鶏肉は弱かったかなっていう気もしますね。でコロコロポテト、ホクホクしている大きめのポテトがでじゃがいもの食感をしっかり感じることができて美味しかったです。結構あっさりしてましたね。それもまた良かったです。自分フライドポテトは大きいポテトの方が好きなので好みでしたね。そして最後に食べたマスカルポーネあんこサンドは、あんこの甘さが口の中に広がってきてカリッとした食感も味わえるので、なんかカリッカリに焼いた小倉トーストみたいな印象でした。マスカルポーネがちょっとどこかに行ってしまっている感があったので、そこはちょっと残念でしたね。というわけでとても美味しいので、はい、いただくことができました。これで野菜も食べることができて嬉しいですね。で今回ですが、ピザデミグラスサンドがやはりメインなので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。ちょっと残念な部分もありますが、それを補ってあまりある美味しさでしたから。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。